聞くドラ、ラジオドラマで聞く名作文学、リモート収録でお送りします。春秋左氏伝、僧正の陣。紀行22年、紀元前638年、大国楚の軍隊が宋を討ち、宋に攻められている丁を救った。その後、宋の上皇が楚と戦おうとしたのを家臣の公孫子がいさめた。天が宋の祖先である小王朝を見捨てて久しくなります。我が君はその小王朝を再興しようとされていますが、天の許すところではありません。祖と戦うのはおやめください。しかし上皇は聞き入れなかった。11月、上皇は王水のほとりで祖の軍と戦った。はじめ宋の軍はすでに隊列を整えていたが、宋の軍はまだ汚水を渡っている最中であった。敵は我々と比べ大軍です。まだ渡りきっていない今こそ好機、直ちに打って出るべきです。そう公孫子が言うと、上皇は、いや、今攻めるべきではない、渡りきるのを待とう。しばらくすると楚の軍は汚水を渡り終えたが、まだ隊列を整えていなかった。すると再び公孫子が言った。もういいでしょう、早くご出陣を。まだだ、まだならぬ。そうして上皇は楚の軍が十分隊列を整えてから、ようやく攻撃命令を出した。そのため楚の軍は大敗し、上皇は股に傷を負った。さらに身分の高い者たちも大勢死んだ。楚の人々は上皇の指揮を非難した。しかし上皇は言った。君子たる者は一度傷ついた者をさらに傷つけたりはしない。白髪交じりの者を捕らえることもしない。古の昔、軍隊は真偽をもって動かすものであった。私は隊列の整っていない敵を撃つことはしない。この言葉を聞き、上皇の処刑司業は言った。我が君は戦というものを分かっていない。敵が隊列を整えられないでいたのなら、それは天が我々を助けてくれているのだ。まして楚の国は強く、天の助けを借りたとしても勝利は危うい。たとえ怪我を負った者でも、向かってくる敵は哀れなどかけず撃つべきなのだ。もしそれを恥と思うのであれば、初めから戦などすべきではない。白髪交じりの者を敬うのであれば、武器を捨て降伏すればよいのだ。汚水の戦いにおける宋の国、上皇の言動から無用の情け、またその情けによって己の身を危うくすることを僧正の陣と呼ぶようになった。